はい、こんにちは。冷やし中華が大好きな相沢です。今日ご紹介するおもちゃは鳩時計。鳩時計ってやつですね。鳩時計は、まあ、ドイツの工芸品でね、もうすごい大変な仕掛けがあって、まあ、松ぼっくりの形をした重りでだん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 こうね、稼働していくというか、そういった、まあ、本当に、高価な、まあ、立派な時計もありますけれども、今日ご紹介するのは鳩時計？クエスチョンマーというおもちゃで、まあ一瞬芸みたいな、ちょっとそういう、楽しいおもちゃでございます。では後ほど。はい、鳩時計。というものですね。これはドイツの鳩時計をね、本物の鳩時計を、輸入しているバルトさんっていうね、そこからまた輸入されたものだと思います。バルトさん手作りかな、よくわかりません。ですが、そこで買ったものですね。もう鳩時計にしか見えないというね。まあ私は、これは主にイギリスですけれども、カラクリのね、玩具がもう大好きで、イギリスのカラクリのことを、まあ、くるくる回して、オブジェクトが動くというね、これをオートマタっていう言い方をします。オートマタ作家としてはポール・スプーナーだとか、まあキース・ニューステッドとか、まあ、いろんな人がまあ、オートマタ作家で有名な方がいらっしゃいます。それはそれで、またの機会でオートマタは、紹介したいと思います。あ、ちなみに私の本チャンネルの方で、トンちゃん、それから壁を作れ、それから、ストーカーというね、まあ、オートマタ作品を、おいおい紹介していきたいと思いますけれども、まあ難しいからくりよりもあまりにもシンプルで、かつ鳩時計としか思えないというのが実はこれなんですね。じゃあ実際に遊んでみましょうね。はい、ここにくるくる回るところがあるでしょ。これ回すと、はい、こういう風になってますね。はい、じゃあこれで回してみますね。はい、回すところが見えるようにこの角度でいきましょうか。はい、回します。これだけのおもちゃですね。素晴らしいなと思って、このシンプルさたまりませんね。かつこの音、この音はどこから出てくるかっていうと、実はこちら側のこれね、ここね、はい、これ笛ですよね。でここはいわゆる不意語ってやつですね。これで音がします。これがまた別の音ね。でこれが重なってこう回すと鳩時計の音になるでしょ。パポパポね。じゃあ2時を告げますね。ということで、まあこれはドイツのからくり、あまりにもシンプルなからくりですが、私が大好きで、まあこのシンプルさがもう好きでたまらないという鳩時計をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。